井上忠敬による、大日本宴会を地前図に描かれた長岡藩。長岡藩は、越後国の腰軍全域及び、三島軍北東部、蒲原軍西部を治めた藩。現在の新潟県長岡市、新潟市を支配領域に含む藩であった。近年は、山城長岡藩と区別するため、越後長岡藩と国名を冠して呼ばれることもある。藩長は、長岡城。 藩主は初めに彫り家、後に、薪の家に交代した。薪の家の価格は、定官まずめの不代大,大名で、国高は、初め6万2000国、後に加増されて7万4000国になった。昭徳2年の内高は、約11万5300国、安政元年には、約14万2700国あった。彫り直よりの増越後長岡藩の中心領域となった。 現在の長岡市域には、江戸時代初期には、蔵王道藩が存在していたが断絶し、高田藩領となっていた。元那二年、高田藩主、松平忠輝は、大阪の陣における不始末から除風されると、戸様大名の堀直よりが八万国をもって、腰軍の旧蔵王道藩領に入宝した。直よりは、蔵王道場が信濃川に面して洪水に弱いことから、 その南にあって、品濃川からやや離れた長岡に新たに築城、城下町を移して、長岡藩を立派にした。牧野忠明の木造なおよりは2年後の元代4年には、越後村城に移され、変わって、不代大,大名牧野忠明が、長峰藩五万国から、長岡へ六万二千国に、火造の上で入宝する。牧野家は、 堀家ら戸様大名の大井越後を中央部において、抑える役割を委ねられ、現那六年には一万国を、加造、ついで寛永二年に、将軍秀忠だから地業7万4千国余りの、主院城を交付された。その後、長岡城と城下の拡充、整備を呼び、領内の電磁の改良、新根電開発を進め、半領の新潟港に、新潟町部行を置いて管理。 これを起点とする上方との北前船の物流を活用して、半経済は確立された。地業実高は表高を遥かに上回るようになり、新潟港の運上金収入も、相まって半は豊かになった。また、品濃川水運の船戸や利権も有していた。その後は、次第に諸経費が増加する一方で、年貢収納率は逆に低下したために、 犯罪性は逼迫し始め、また旧代、忠清以降は、藩主の老中、京都書次第への任用が増えて、藩の経費もかさみ、さらに、天保年間に、新潟港が幕僚として上置され、その一方で、軍事費の増強の必要性が高まると、財政問題は、根本的解決が迫られた。その結果、幕末の河合継之助の反省改革の断交へ、 進むことになった。母親戦争を描いた浮世絵。画題は、越後国品の川武田上杉を合戦の図であるが、時の政府に配慮して、北越戦争を武田上杉の戦いに見立てて描いたもの。しかし、改革半ばにして、明治維新の動乱に接し、徳川家処罰反対の立場を取った長岡藩は、母親戦争に巻き込まれ、慶応4年5月。 河合の主導のもと、奥上連藩同盟に参加を決定、同盟軍側として、長州藩、薩摩藩を中心とする、維新政府軍に抗戦したが敗北した。明治元年12月22日に斜面されて2万4000国で、復活、間もなく財政急防などの理由で、藩主、牧野忠志武氏は、明治3年10月22日に白地を返上して、 柏崎県に併合され、長岡藩は、廃藩となった。藩風は、藩村以来の、常在戦場、美派血ともぎりを書くな、武士のぎり、死の一分を盾よ、武士の魂橋水で洗え、等の、三州牛保の壁所や、頭を張られても、張りても、地獄のこと、武功の位を知らずして、少しの義に自慢すること等の、 侍の地軸十七カ条と呼ばれた城目を常の武士の心がけとして掲げ、出木豪健な三河武士の精神を拒いするものである。明治初めの反省再建中に小林小三郎が越後長岡藩の急望を見かねた師範の峰山藩から送られた米百票を教育費に充てたという米百票の精神もこのような藩風と共に生まれ、 その後も長岡人の寄風として受け継がれている。小林義宇衛門優のなど学問で上級藩士入りする者も,も出た。林方向の皇帝、岡井緑庵を江戸藩邸に招いたり、遠方7年に林家の圧線で公部任門邸を召し抱えており、当初は幕府が官学として定めた趣旨学の方の影響が強かった。しかし、江戸後期の藩主、 牧野忠きが京都書次第となったり、過労の山本正義や家臣、高野久手も古技学を支持した縁で、京から古技学の伊藤人才の彦となる、伊藤東,東岸を昇平し、お生蕎麦派の古文字学の秋山経山と同時に、藩校、ス徳館の渡航に任命される。これにより、藩学の主流は、古技学と蕎麦学の二系統並立体制という、独特のものとなり、 ストック管内に、古儀学と空医学の行動がそれぞれ設立された。また、両派ともに、管性医学の金で、風紀を乱す学とされた古学であり、これを、不代大,大名で、幕府首脳に所属する藩が半学とした点でも特殊である。秋山が引退すると空医学は廃され、趣旨学がこれに変わるが、なおも古儀学との二系統並立が取られた。しかし、 河合津之助の反省改革の一環により、古義学が廃され、朱子学に一本化された。ただし、朱子学の講義を担当した高野商院は佐藤一斉門下であるために、公式上の半学の朱子学の講義ついでに、陽明学を教授していた。このために後世に、陽明学が半学の主流であったという誤解を招いているが、公式上の半学は朱子学で、 実態は、趣子学と陽明学の並立である。このように古学や陽明学に関与であったが、藩校で修学できる身分を私分に限定したり、安政5年に陽学の修学を制限したりしている。旧術は、吉田流、雪に流、日置流が、馬術は、大坪流や、直安流、超速流が流入した。平学は、甲州流軍学、山賀流、楠木流、 越後流が採用されたが、西洋兵術が流入すると衰退した。宝術は、武衛流、南蛮建拓流、自徳流があり、様式のイオン流が流入する。幕末には、武衛流とイオン流が並行練習された。創術は、一空流、東流、風電流、本心教里志流、一、胸流、穴沢流があったが、 河合継之助の命令で重剣にとって変わられた。剣術は一刀流、三め流、刀群流、野牛流、金巻流、戸田流、無念流があったが、幕末には一刀流に一本化された。また、居合術は、宝器流、田宮流、影行流が、超刀術は、穴沢流が流入している。現内四年以降の藩主牧野家の先祖は、室町。 戦国期の東三河地方の牛久保城主牧野氏であったとされ、初代長岡藩主、忠明の祖父、聖忠氏以前の牧野家については諸説があるが、戦国大名井今川氏に属して、松平氏とは対立した。聖忠氏の代に徳川家康家臣堺中寺配下の東、三河国衆として、 徳川軍に所属し、そのまま、家康の関東違法に随従して、天正18年群馬県前橋市東部となる、上野国王号藩二万国の藩主、玄奈二年越後長峰藩五万国藩主を経て玄奈四年、越後国長岡に入法した。以後、明治の廃藩まで250年間放置を動かず、長岡藩主として連盟した。江戸部官場において、 原文6年頃の江戸判定は、上屋敷は、西の久保、中屋敷は、あたごの下、下屋敷は、薬師堂前と渋谷の2カ所であった。しかし、江戸時代後期以降、江戸判定は、所在地移点や判定数増減があり、慶応2年頃には、上屋敷は、五福郷内に、中屋敷は、あたごの下と五福郷内に、下屋敷は、 深川に2カ所と渋谷にあったと掲載されている。また、藩主一族や家臣が、江戸で死去した際に使用した菩提寺は、忠久死去以降から、牧野忠明と、年無商人が会期である三田大町の浄土修寺院の住み会寺に固定化する。越後長岡藩領は、堀直よりによる立藩以来、腰群の長岡城下町周辺から下流に向けて、品濃川に沿って広がり、 品濃川河口の港町に飯形も、半量の一部であった。この地域は、品濃川とその支流が織りなす、低湿地が広がり、中世まで開発が遅れていたため、長岡藩は、藩の創建当初から、治水事業、新田開発に力を注いだ。寛永11年には、藩主多田明が次男と四男に、それぞれ1万国と6千国を分与したが、 いずれも分与は新婚伝文から出された。加えて新伝に対しては3年間の免税も行われた。新伝開発等によっても、藩の表高は変わらなかったが、年貢実習では、聖徳5年から安永元年までの年平均で見ると11万8000国、あまりと表高を遥かに超えていた。しかし、その後は、天候不順などにより年貢収納率が低下し、 年貢実習は11万国を下回るようになった。土地代は、上杉謙信が幼少期から元服して、長尾影虎と称し、兄の長尾春慶と対立していた頃に、本拠地としていた。謙信の旗揚げの地であったために、人々の団結が強く、また、渓谷の合流地点でもあるために割拠がしやすい土地柄であったとされる。加えて土地代組は、 山ばかりの組み方と呼ばれて、谷合の川に沿って、村落と農地があるので水害が多く、加えて、地滑りや山崩れが多く、作付け不能の他が続出し、作付けできても、肥料持ちが悪く、年々不良が続くありさまであったとしている。そのような背景のため、江戸時代になっても、一気の頻発地となり、火蔵地として得た土地を一万国新領主の越後、 長岡藩主、牧野家は支配のため、土地を大官を置いた。新潟県市、通市3、金銭一によると、藩からは、村側からの要求があれば、大官を通じて、年貢減免や助け前の手当があったとする。しかしながら、越後長岡藩は、土地をでの一気に長く悩まされることになった。一期の代表的なものとしては、土地をにおいては、 元和7年7月に、長岡藩の県地への抵抗による、名一揆や、元六三年に、租税収納問題から、土地尾号潮屋村二十一家村が都党を組合所に、及んだほか、嘉永六年には、幕末の正常不安の中で、土地尾合諸村一万人打ち壊し事件が起きた。普代大,大名としての立身はそれほど早くはなく、江戸時代の前半には幕閣に名を連ねた藩主も、 ほとんど出なかった。しかしその後、藩主牧野家において、苦行や諸大名との婚姻、養子縁組が積極的に進められ、江戸後期には抜閣にも名を連ねるようになった。自社奉行や京都書次第を務めた牧野貞道の子を立て続けに藩主に迎え、また松平貞信の親族に連なったこともあり、牧野忠清が天明元年に老中に任ぜられ、完成の 郎の一人として名を残した。忠清に仕えた山本郎牢斎は、六人の主君を補佐した名家郎として著名であり、特に忠清に対しては牢骨に鞭を打って、献身的に尽くし、帝王学を授けた。この忠清を皮切りに、幕政に重きをなすようになり、忠清、忠政、忠近と三代続いて老獣を出した。しかし、 幕政産業のために借金が加算で財政が悪化し、藩内で財政改革策を講じなければならなかった。天保の改革直前の天保11年には、庄内藩、川越藩との味方領地会が計画され、牧野家は川越藩に移されそうになった。長岡藩内では特に反対の声は上がらず、動揺しつつも準備を進めていたが、 省内藩で領民の反対運動が起こったために、計画は見送られた。北越戦争を描いた浮世絵。画題は、越後国上杉影勝家督総合戦であるが、時の政府に配慮して、上杉影勝、影虎の家督争いに見立てて描いたもの。新潟県立図書館像。幕末には、河合継之助が、軍部業に就任したのを機に、それ以後、 反省改革を行って急防する、犯罪性の立て直しを図るとともに、平成を改革して、フランス軍に藩を取った近代的軍隊を設立した。慶応4年、明治元年、母親戦争が起こり、反論が砂漠か標準化で2分すると、過労に就任した河合は、藩主の信任の元標準派を抑える一方、砂漠派にも自重を求め、 反論の決定権を小中に収めた。さらに、新政府軍からの献金、出兵要請をも出し、合図藩などからの協力要請に対しても名言を避け、中立状態を維持した。新政府軍がオジやに迫ると、河合は人事へ赴き、平和的解決のための調停役を願い出た。しかし、密定や、総合の情報により、長岡藩を、 ア津ズ川とみなしていた、新政府軍は、これを、奇策と判断し一周した。階段が決裂したため、ここに来て、反論を、戦守ると定め、大売れっ藩同盟に加わり、新政府軍との戦闘を開始した。激戦の末、陥落した、長岡城を一時は奪還したものの、火力、兵員ともに圧倒的に上回る、新政府軍に押されて、再び陥落し、 両民や藩士たちは合図へと落ち延びた。長岡藩は多くの戦死者を出した。これは合図藩23万国、仙台藩62万国、日本松藩10万国に次ぐ戦死者で、藩の規模、戦闘員の人数を考えると、長岡藩7万4千国の犠牲は大きなものであった。北越戦争の勝敗を決した要因の一つとして、柴田藩、 溝の口家の裏切りが挙げられる。そのため、長岡氏族の家では、柴田には娘を嫁にやらないという因習が長く、残るなど、長岡の柴田に対する怨念は、薩摩、長州以上のものとなったと言われている。三島奥次郎降伏した長岡藩は、最高を認められたものの、五万国を没収されて二万四千国となり、財政的に窮乏を極めた。藩は、 北越戦争で壊滅的な被害を受けた上、食料不足まで起こったが、第三次、小林小三郎や三島奥二郎が復興に尽力した。またこの時、江戸藩邸にいた後の大新院藩次、小林愛の公葉人日記が、藩の立場をよく物語っている。牧野忠厚施結局、全国的な廃藩地検に一年先立って、明治三年に、長岡藩は、 廃藩、柏崎県に編入された。1873年には、柏崎県と新潟県が統合され、新潟県の一部となる。藩主の牧野家は家族に列し、死者を与えられた。維新前最後の藩主の弟にあたる牧野、忠厚あ死は、1906年に、長岡に市政が施行された際に、初代市長となっている。 当初から軍役や助役が多かったために犯罪性は苦しく、初代の忠明の晩年にはすでに大津の米宿であるうたけから釈材を重ねており、熱心な神殿開発による増収の恩恵はそれほどは続かず、むしろ出費の増加によって犯罪性は次第に深刻さを増した。すなわち、藩主、家中の消費生活の進展による経費増大や、 爆布命令による、区役負担。さらには、教法十三年の巨城長岡城までもが全焼する、山蔵火事をはじめとする大火災や洪水による、損害と、その復旧、悠久山や、犯行建設の出費の増加、法歴五年から天明八年にわたる、品野川水運の船丼やり県の一時的喪失や、柴田半海根事業の松ヶ崎分水による、新潟港への打撃による、 商業上の減収により、18世紀に入ると、財政問題が深刻化した。さらに、文政11年の山上地震で、田畑後輩905号長部や、浄下前回家屋220件、豪中前回家屋3522件などの被害を出した長岡市市。これに対して藩は、釈材や、治業半分借り上げで対応することとなった。 元禄以降からは、長岡町や新潟町、郷中からも借用し、共法13年には、藩士の治療半分借り上げを行っている。加えて幕府からも、忠久の第2 7千両、忠だの第2 5千両借用している。このため、支配下の郷中や長岡城下町、あるいは新潟町へのご用金、再確金の負荷が度重なり、放棄事件も起こった。 明和5年には御用金の命令に反発した、新潟の町民が放棄する事件を招いた。新潟は、牧野家入法以来の長岡藩の領地であり、聖徳3年に、越前国鶴賀の人である中村源七の信玄を受けて、中金星を敷いて以降、長岡藩の重要な財源となった。新潟町が、港湾都市として発展したのも最初の二人の藩主、堀直頼と、 牧野忠明が、新潟の商人を保護して、河川交通、海上交通を発展させたことがきっかけであり、また、戦術の分水事業や新潟よりも、古い港町である、柴田藩領の沼水戸の名などにわたる係争が起こった、際は、藩の係争に関与した。幕府は、権力回復のため、常知令などの統制強化策を推し進めようとしていた、こともあり、 天保14年に、新潟町の上地が命じられ、外交の新潟を幕府に返上し、新潟港の大大地として、天領であった三島郡高梨村600国を与えられた。それより前、新潟港では、薩摩藩が同港を利用して渡し貿易を行い、莫大な利益を得ていたことが発覚したが、長岡藩はこれを二度も見逃していた。 貿易とそれによる利益を独占したい幕府にとっては、感化できないことであった。そこで、流通統制を強化するため、新潟港の直轄化を行った。一説にこの上地は、老中、水野忠国の抵抗勢力となっていた、完成の、老である牧野家に対する嫌がらせとも言われる。長岡藩が、新潟港から得ていた租税は一万五千石相当、あったため、上地は、 犯罪性にとって大打撃となった。江戸時代には長岡半領内の品野川の大氾濫が実に約40回にも及び長岡城まで浸水すること7回中小の氾濫がも含めるとおびただしい数になる。1回の大水害による被害は万国単位となり完成元年の洪水では米国損害港6万6千国境になったこともあり、 財政を非常に圧迫した。工場的に同伴の財政を圧迫した大きな原因として洪水被害も無視できない。加えて遠方、法歴、文政天保期には大基金に見舞われた。犯罪性圧迫の最も大きな要因の一つは、租税収納の規模に比べて多めの過信を抱えたことにあるとされる。長岡入法当時は、 足軽以下600名余り打ち四分203名、関英文言長では、四分263名であったが、関文文言長では、四分650名と激増している。すなわち、関英関文の文言長官で大見であった、今泉寛左衛門、山本四郎兵衛、新江信五左衛門が、海疫等で地業を召し上げとなり、また300国以上500国未満の、 万頭総統以上の上級藩士も20名から11名に半減した一方、20国以上100国未満の中、下級支分が66名から304名に、238名も増員されている。また、足軽は入法当初で約400名が、漢文期には鉄砲組、弓組、約472名、長良組102名と、やはり増員が見て取れる。 この他に、町同心32名や中間、合中間294名もいた。遠方2年に出された、諸市法制17条の不足、里氏市11条において、藩主の次、三男は、当分召しか,かえ不要なのでよそに使わすべきことを明示、強法13年には、藩主の次、三男召しか,かえ停止が行われた。三大藩主中立期までに、重心はほぼ固定され、 ご家老家と戦法参加とされた。この八夜は幕末まで存続したが、表示の治行校については、様々な事情で変動もあり、江戸時代を通じて必ずしも一律ではない。これらの八夜に次ぐ三百国から四百五十国程度の上級家臣も多く存在し、安政文言では十六夜が存在した。老中に在職中の校による家音はないが、 幕府養殖者は幕府から借金ができる特典があった。実際に忠清が大阪城代になって一万両、京都書次第に昇進して一万両を幕府に借金している。加えて三代に及ぶ老中就任は不代大,大名の栄誉である。しかし老中などの幕府重役は上府が義務付けられているので、これは犯罪性による支出が一番多く。 節約も不可能であり、諸般の財政問題で共通する問題である、江戸判定での生活を向上的に行うことになり、結果的に財政がさらに逼迫する事態に追い込むこととなった。上州王後在場期限な4年の牧の家は2万国であったが、その当時、上州には戦国期の関東支配者であった小田原上司後、北条氏の滅亡で、 地侍化した有力な浪人が溢れていた。藩主、牧野家が、大後から長岡に、領地三倍増で栄転に当たって、家臣団を急増させる必要に迫られたため、これらを、新規召し抱えたので、牧野家中には、牛久保以来の家柄の家臣、上州浪人の出自を持つ家臣、越後の給料主上杉家の元家臣、売信を含む、地元出身者、 およびその他とに大別されることになった。廃藩の時の越後長岡藩士の個数は、四分角式607個、卒分角式1122個があった。個々の上級家臣詳細については、越後長岡藩の家臣団を参照されたい。越後長岡藩士の価格による分類は、14、階層とも、12階層とも言われる。 また、藩士の区分はを大きく分けて、騎士である、大組及び価値である小祖と足軽組、中間組等があり、これと、並行して士分には、宿り機械組と故障組があった。大組多藩の馬回りにあたり、大組は五家老家がそれぞれ支配する五組の、番方組織で、戦法家を除く、大組に、所属の士分は、家老の統率を受けた。幕府と異なり、 おおむね治療30国以上であるが、治行20国や5人ぶ地で大組所属の藩主もあった。長岡市市では別名を故障組とする。故障組故障の概要は、諸藩とおおむね同じのため、故障の項を参照されたい。長岡藩は、故障と中故障の区別があり各故障組に所属した。子供を故障を出す、家の当主は、必ずしも退六ではなく、治行が、 桃石未満の大組の死から召し出されることもあった。もともと大組所属の藩士の指定であるためこれらは、群生上は、おろく、微六でも大組の扱いであった。古生組の長は五古生組頭と呼ばれ、大組の死のうち、五曜番を検体するなど、比較的好意のものが当てられた。また古生組の所属であるお刀番は多く以外で、藩主の身辺の細かい世話をするが、 これも本来は、藩主の刀を預かる番方の役職であるが、実質は、役方の役職に近く変化した。ご古匠やお刀番は、藩主などに禁じしているため、藩主の日常生活に必要な用達し、用務が十分にできないので、その手先となるのが、コナンド型である。長岡藩のお刀番、小南度方には、大組の死も、小祖の死もいた。なお、 長岡市市では戦術の通り、価格をより合い組、大組、小組と分けており、故障組と刀番は、価格扱いではない。また、故障頭を、定員2名で、武行兼務、小南道定員4名で、うち1名目付け刀番4名としている。小素多半の価値にあたる。平時は、大組から選任された勝ち頭に統率される、勝ち組に、 所属の番士と、普段は、役方の各職に勤務してその責任者のもとに所属し、非常時の動員や儀式等の勢揃いの際には、勝ち頭の統率に入るものに分かれた。なお価格が、大組内で位にあるもので、同種が長く病身などで役目につけず、隠居もできない場合は、一時的に少訴に、格下げとなることもあった。 なお、長岡市市では逆に有能な少祖が、大組に昇格を命ずることもあるとする。上記の宿り機械組、大組、少祖、足軽、中間組の区分とは別に、格式長岡藩政時代には世襲の過労家が5やあった。過労主座連綿の稲垣家と、次座の山本家が、上席過労であった。その下に、 カロ職を連綿する絵柄として、稲垣平介家の分家となる稲垣や牧野や牧野家の三屋、合わせて五屋があった。なお、河井継之助の一思考大改正では2000国以上500国、1300国から1100国400国、700国300国と改正されているので、五カロ家は軒並み原告となる。先方か長岡藩には、 藩主牧野家の脚分扱いとされ、特に先放家と名付けられた三矢がある。この藩の伝承などを収録した文書、恩義西へのしおりによれば、戦法三矢の先祖は、初代藩主、牧野忠明の父である安成と、水魚のごとく、講義親密であったという。それは、牧氏の牧倉之助や、野瀬氏の野瀬三郎右衛門や、 引田氏の引田水右門家の三夜がこれにあたる。これらの三夜は、家老の支配を受けない特別な家柄とされ、特権的な扱いを受けていた。戦法家の詳細については、越後長岡藩の家臣団に説明がある。着坂着坂は、越後長岡藩では、大組で中老職、年寄役就任者を輩出した家を呼ぶ。着坂には、キュウリケ。 安田や、稲垣や、倉沢や、根岸や、今泉家、武家、保地家、三間家などがあった。また、竹垣家のように、着座家となったが、後にその価格を剥奪された例もある。お餅筒組番方の足軽鉄砲隊の足軽には、お餅筒組と呼ばれ、藩主の親衛隊を意味する鉄砲隊があった。欠員補充の場合、 通常の足軽鉄砲隊の足軽から、器量、勤務が優秀とされた者が抜擢、登用された。初期には、親から子へ接収されたが、後には、人数方で、就任期間20年以上金を標準とし、原則一代限りと改められた。また、体調に当たる者頭にもお持ちずつ頭の称号が、与えられ名誉とされた。三組集三河牛久保以来、 藩主牧野家に随住したとされる足軽の、各家は三組集と呼ばれる、不代足軽組を編成し、不代の格式を誇った。この三組に所属する、不代足軽の家は八一家あった。服装、兵装に、通常の足軽組とは、区別があり、待遇も若干優遇された。この普代足軽組では、牛久保以来の血統を重んじて、普代の家柄以外とは、 通婚関係をほとんど持たなかったと言われている。過労、先方など、トップクラスの不代の家系が、関東以降の信仰家臣と縁組を持ったのに対して、対照的である。入部してから当初、越後長岡藩では、分散地方治行政が行われたが、秀デ村や水害が多い長岡藩において、分散地方治行政では、打撃が大きく、 村方にとっても迷惑が多いということで、寛永11年以降から、倉前治療化が進んだ。これにより、長岡藩のほとんどの藩士は表向き、治療取りでも、実質的には、倉前治療に変更された。また、長岡藩の年貢率イコール、面は、原則3つ5分であった。藩士に給付する倉前については、 いわば最低保障が付けられた微六の半士を除き、治療100国に対して、当初は米48国だったさらに、教法13年には20国給付にまで、落ち込み、以降長く20国代から抜け出せずにいた。なお、新潟県市、通市三金世一によると、教法13年には、産造家事の影響による、半士からの半地借り上げがあり、これが、 治業百国に対する二十国給付の直接の原因になった。越後長岡藩には以下の職制があった。なお、藩の法歴のせいにより、各職制に相当する役高が定められていたが、役高は役職手当と異なり、定めの役職に必要な国高を指す。よって、担当者の治業工が足りないときは一定の足し込めを支給して要件を満たす。 しかし、財政難からこの足高は、遵守されず、実際は、規定に近いものが支給されていたようである。また、部屋住み身分でも、勘定見習い、故障、湘南土役、容認見習い、代官をはじめとする諸役に、東洋の場合があった。時代によって変更されている場合もある。なお、長岡市市掲載の役職の内容は、 新潟町奉行がないので新潟港上地以降の内容と推測される。役高及び役料は長岡市市によると最高は過労の役高1000国と役料15両、最低は坊主の役高20国と役料3分で江戸上府には加山級があったとする。越後長岡藩では表情役は重要事項の採決期間であり、その役所を表情書と呼んだ。 過労職、中労職、奉行職の職にある者と、特に参加を許された者により合議した。過労職過労は平時においては、毎月交代で出資し日常決済を行った。その当番者を要番と言った。主に個法、前例に照らして逸脱がないかを判断した。通常の二つは、担当過労職名で行い、重要案件では、中労、奉行の、 各職とともに表情役を構成した。役高千国。過労職見習いは出役5面。ただし、見習いでも出資して要番を務めれば五百国支給。また、過労は、軍事面では、大組の組頭を務める。各文言帳ではその組別に所属の班囲指名が記載されている。軍政における、装備義務は、別校の軍政を参照。 また、世襲家老いへのうちから、江戸家老として一名を置き、不定期に交代した。時代により、上府の場合と、江戸詰めの場合があった。また、藩主が、京都諸市大や大阪城大拝命の際には、国元、江戸の家老とは別に臨時に老職を専任した。中老職家老職に次ぎ、表情役を構成。常設の期間ではなく一代限り、役高五百国。 長岡市市では五百国高の奉行で、功労者であるが過労家の格式でないので、過労になれない者の,のためのポストとし、過労格になって要番勤務となった者は六百国になるとある。就老職、年寄り役は同じ役職であり、呼び方の違いである。長岡藩では着坂から推挙され、本人の意思で辞職可能であった。江戸時代初期には存在しなかったポストである。 なお、過労連綿の格式のものを過労職とする場合と異なり、弱敗者が家督を相続していきなり、筋目だけで中労職、年寄り役に就任することはなかった。長岡藩の中労職、年寄り役について定数は特にないが、武漢では文化6年頃以後には増加が見られる。よろ百二十国の河合継之助は別格として、 現存する長岡文言帳で、中老職に名があるものは、長岡入法以来、または、新規召し出し以降で、先祖の家禄が300国以上あったものがほとんどで、あるが、治行250国で就任したものもある。流英の老中就任資格が3万国以上であったとされるが、2万5千国以上の諸公が、老中に、数例、就任したことに似ている。なお、 新潟市市、資料編14号の、新潟町奉行、町方役人気役機関止め所の解説に原資料の、店舗10、井戸市正月亭通る元寝戸市より書役人流に、中老、中老閣の記載があったが、新潟市と直接関係ないので省略した旨の説明がある。中老の前職は、番頭職であることがほとんど。 番頭で功績があったものを就任させたことが多い。なお、幕末、非常時の河合津之助のように武行家藩役から、番頭を経験せずに中老職に列したのを例外と見る向きもあるが、口術の通り町武行は、番頭兼務なので、番頭を経験していないわけでない。武行職長岡藩の武行職は、五武行、武行役とも呼ばれた、過老職の補佐を行う。 常任の職。定員7名である。価格に特別な決まりはなく、役高は300国。軍部業や町部業などを統括し、実質的に、半全般の行政を動かした。なお、長岡市市では300国高以上のものが認じられ、価格不定。過労同様に毎月交代で執務。当番者を月番といった。また、新潟県市。 通史三金戦一では、長岡藩の年具割付状は、上皇二年から明暦元年頃までの一時期を、除いて、奉行の連書で発行しているとしている。江戸武漢に奉行が掲載されるようになるのは、法暦年中以降であるが、長岡藩に限らず、初藩で、奉行職がある藩は、奉行職を、年寄りや、中老として掲載して、 武行を故障するのを避けており、長岡藩の場合は幕末までは、中老や年寄りの項目で武行を掲載し、中老職が置かれた場合は、中老項目内で中老とは、差別されて掲載される。なお、新潟市市、資料編14号の、新潟町武行、町方役人金役期間留所の解説に原資料の、店舗10。 井戸市正月亭通る元寝戸市より諸役人流に、奉行の記載があったが、中老同様に省略した旨の説明がある。また、町奉行、軍奉行、環状奉行などの町方や、地方の行政職である奉行とは、故障が同一であるが、全く別の職制であり、これは、奉行職の設置されている諸藩と共通する。藩士の格としては、 行政職の奉行と比較して格上である。奉行職を束ねる役職として、奉行組支配職が存在したことがあったが上智の役職ではなく、軽く400国から500国級の者から任命された。奉行には、下半の列の者とそうではない者が存在し、下半の者は、表情書の構成員となった。宿り機械組、宿り機械組は、 大組所属の藩士で特別な功労者が列することができ、その境に良くせた。また、大組に属さない詐欺法家と呼ばれた、牧倉之助や、野瀬三郎右衛門や、引田水右衛門家の三屋は、先祖の筋目によって、宿り機械組に列することを接収した。なお、長岡市市では、寄り合い組と表記する。宿り機械組は先方家の他に、功労者として、 中老職などの重役経験者、番頭の聖勤者が加えられ、時代によっては、藩主の国元の母大寺である、長幸寺、堺良寺も宿り機械組の扱いを受けた。また時代が下ると聖勤者の役職の範囲も広がった。宿り機械組は、藩政の諮問機関と思われるが多分に、名誉的側面が強い。役高250国。 取り次ぎは主に表情役が取りまとめた最下を仰ぐべき、重要案件を藩主に取り次ぐ機関である。地位は、用人の下、と、役高200国高。人数不明。長岡市市では、取り次ぎは救命を奏者番と言い、定員は不明、配下に新物番本2名、新物番12名がいる他に、儀礼天礼の際には古術伝師範を指揮すると記す。 なお、江戸武漢で、不代大,大名の取り継ぎを掲載する場合は、全4巻の内繁殖を掲載する1、2巻のでなく、幕職を掲載する3巻に登場し、長岡藩の場合は、牧野忠清が老中として掲載される文化13年の武漢の場合は、取り継ぎは11名掲載され、うち3名は、取り継ぎりとして掲載されている。長岡市市では、 用人は救命を御用番というとされる。用人は、奉行職に、同じく過労職の補佐役を務め、細かな用向きを伝え処務を司さどった。用人の地位は、奉行職の会。役だか二百国だか。戦法三夜の中から、一名が、用人職を検体する観光があり、この役目は、いわば用人組支配職とも言えるものであった。長岡市市では、 よりあい組から一名、その他から五人とある。用人の聖金者は、価格の高いものは、番頭職に進み、それ以外は、武行職となった。時々ではあるが、用人、武行、番頭と順次、藩を進めるものもあった。百国級の藩士は、用人、取次が、一応の出世の到達点であり、それ以上となると稀である。なお、江戸組には別に、対幕府。 諸藩等の大外的用向き専門の非常地の公用人を置いた江戸組の公三省。川用人との違い越後長岡藩では、用人と川用人を役職名として常にかつ明瞭に分離していたかどうか定かでないが、江戸武官にふとある用人は諸藩との比較上で川用人たる役目を担っていたと考えられる。なお、長岡志士では、 側用人職は登場しない。ふとあるは、江戸に上布して、着手及び、性質の転送を行い諸務を司った。幕府の広敷き人の役割も合わせ持っていたとする、説もある。ただし、江戸武漢上においては、府は、生死がいる藩で見られることが多く、生死だけでなく、藩主者邸の項目にも掲載されることもある、役職である。なお、 江戸武官城において、長岡藩の場合は当初は、府役と用人は、別々に登用していたが、財政難で個々に登用できなくなったためか、少なくとも、牧野忠静の府役以降は、上府の武行家用人が兼務することが慣例となっている。なお、長岡詩手では若殿の様府、奥様府、大殿の様府があるとしているが、わずらわしいとの理由で省略されている。 市販の良いた、峰山では、初期には用人、側用人制度がなく、本藩の長岡を模して、これらの職制を導入したとするのが、通説的である。これらでは、用人が、過労職の補佐機関としての権能を合わせ持った。また用人が下藩の列に加えられることもあり、番頭職より格上であるのが、特徴的である。超武行定員は2名。商業や、 物価の適正化や戸籍調査などの民事の取り締まりと犯罪人逮捕の警察行為を主務とした。通常は会所に詰めるが、反主在国中は城内城の間に出資した。城下膝元を司る養殖のため番頭をしたがって足高による給付が行われたことはほとんどない。役高は二百国高。新潟市市では、 新潟町奉行と区別して、長岡町奉行と呼称している。ちなみに、長岡町奉行の方が、新潟町奉行より、序列は高い。軍奉行軍奉行は、地方支配すなわち、半量の農業を監督し、米等生産物の、修了増大を推進し、年具徴収、不駅の監督、また訴訟を受け付け裁断した。また、軍奉行の配下に大官が属した。 定員は3名。役高百国。もの頭角または、目付角。大官役高は、小祖25国役、大組30国役である。大官は、藩の行政上の区割りである各組を担当し、巡回監督し、配下の各組方の割元が通常業務をこなした。大官の定員は時代により変動したがおよそ、上祖、北組三から4人。 土地尾組、西組、川根川組、牧組は一から二人、曽根組一人。神祖、北組大官は上三倉、北奥良の倉屋敷に詰め、藩士への渡し込みの業務も担当した。他の組の大官は、それぞれの住居兼用の役宅がずつあれ、これに常駐した。大官の要因は主に小祖の死が当てられたが、大組の死がなる場合もあった。なお、 村役人である昭夜及びその補佐の里横目は、軍部業、大官の支配に属して尊政に当たったが、自治組織としての村と反省の接点である。なお、新潟県市、通市3、近世一では、土地尾組大官の所見が確認される、開催場が発行された、現那7年から漢文頃までの土地尾大官は、牧市、秋山市、平岡市、 須山市の大官が長く在勤し、世襲の可能性が同書で指摘されている。土地尾組大官は、女王2年から土地オタビアに居住したとされる。新潟町武行半領であった新潟は、港があり、物流、軍事の面で重要であるため、はじめは、軍武行配下の大官を派遣して管理したが、遠方4年から、 千人の新潟町奉行を新設して、調整全体を管理した。初代の新潟町奉行のみ、担当の大官二名をそのままこれに昇格させ、役高は百五十国高という説があるが、異説あり。なお、長岡市市ではこの役職の説明はない。詳細は、新潟町奉行を参照。官定を奉行藩の米国や金子などの藩庫の、水筒並びに、 犯罪性収士の記録、管理を司る。奉行配下に官情等、本、官情型、道見習いなどの職員がいた。この部署の要因は、当然に筋目より、能力採択で登用される傾向があった。奉行は150国役。職員は、大組から登用は30国役、小祖は25国役。宗門奉行を主に藩内の神社。 寺院の監督と収支の登録、確認を主務とする、宗教の統制と、戸籍管理の両側面があった。役高二百国役。収支の改めは、家中の藩士とその家族、及び領内郷中の民間人とその家族の両者の、管轄の別があり、後者は特に、郷中収支改め役を定めた時期もある。なお、長岡市市では、修文部業は、 定員2名。9名を自社奉行と言い、番頭兼務。配下に、就問改め役があるとする。なお、新潟市市、資料編14号の、新潟町奉行、町方役人金役期間留所書の解説に原資料の、天保10、井戸市正月亭通る元根戸市より書役人流に、就問奉行の記載があったが、中老や、奉行同様に省略した旨の説明がある。 不審奉行不審奉行は土木工事の監督、管理を役目とする。初期の遠方頃は軍事的側面から重要視されたらしく、特に不審大奉行を置いて、不審奉行を統括したが以後常設せず、治業50国前後のおろくの市の不審奉行のみ、常設した。不審大奉行は1名で150国だか、不審奉行の役だかは30国だか。また、臨時に、 お手伝い武神の責任者であった日光武神大奉行が置かれたこともあった。なお、長岡市市では、不神大奉行は、番頭兼務、諸職人等2名中1名が、不神奉行兼務。その他の諸職大間屋方、記録方、蚊屋の支配、老座支配、ご具足方、ご料理方、古物方など多岐にわたる。また、前景の奉行職のほか 主樹の役方の業務責任者にも、武行と呼ばれるものがあったが、これらは、おおむね25国役から30国役程度の会の役職である。ただし、大工などの諸職人頭は40国役。道武行、材木武行、竹武行、茅野武行、主武行、古物書式修復武行、酒武行、焚き木武行などなどに変わったものもある。管轄によって、目付け。 組目付などの区別がある。目付は、私分の過信についてその氏名の記載順序や着座順序、服模に関する手続きや処理を担当。定員5人。組目付は、目付の指揮により、少祖の私分の上記項目について違反を取り締まった。定員2名。藩主の男子の森役には、世襲画廊、戦法三夜の中から任命された。 特に着手の森役となると、森役の座をめぐる争いは熾烈であったようである。藩ンコウストクカを描いた絵図。長岡城の面影より、渡航は、藩ンコウストクカン及び、江戸判定上屋敷内の藩ン成ウなりまさ創建。上屋敷はたびたび移転しているためか詳細不明の校長に当たる。ストクカン及び、成りまさに、それぞれ2名ずつ設置。目付け書く。 ストク館初代徒行は、伊藤東岸と、秋山経山で、文化12年に任命。藩校の役職には他に教授、助教などがあり、ストク館を呼び、成政館に置かれた。ただし、ストク館のみ徒校と教授の間に、正し学が置かれた。北越戦争の際には、ストク館職員はおおむね教準派。長岡藩の江戸屋敷に常駐する組。 藩主江戸財布中の公的、私的を向き一切をまかない、藩主在国の時は、江戸屋敷の留守を守り、幕府や他藩の情報を収集し国元に連絡する役目も、ある。職生は、国元と共通のものが多いが、藩主の神屋敷に住まう、藩主家族の日常生活や、敬語担当する者、留守協約や、公用人などの独自の機関もあった。なお、 越後長岡藩士の江戸での勤務形態に、上府、江戸詰めがあるが、大多数の諸藩と同じなので、上府の子を参照してもらいたい。江戸組の植生は、国元とは独自のものを以下に示す。江戸留守居役定員2名、200国役。時代により差があるのか、長岡市市では1名としている。江戸画廊の補佐役で、家老も規範した場合は、 江戸組の責任者となる。長岡藩の江戸留守居役は、多数の諸藩同様にお城市の身分を検体している。留守居は単なる留守番ではなく、神屋敷に常駐して、大幕府、諸藩等との外交に常時あたる重責で、有能な者が選ばれた。越後長岡藩の師藩である小室、峰山に対する指示及び連絡は、主として、五条したる江戸留守居を通じて行われていた。 留水、天役留守居の副官を留水、天役または単に天役と呼ぶ。150国役長岡半分原町には天役であったものの記載がないが、同分原町には上級藩士であっても役職の記載がないことがしばしばある。天役は各種江戸武官の原本には記載が見られる。ただし、他藩においても十万国級以上の大名では、 あまり手に役を武漢掲載対象にしておらず、越後長岡藩でも、文政年間の武漢上で、上府中老が、白子を兼務した際に見られるなど常時掲載ではない。広用人広用人は、江戸組に置かれた。共に上中にありその補佐、転送を行う。他に、組一個体が、上中の藩主に近似して事務方を構成する。江戸画老はこれらに当たらないのが通例であった。 江戸武漢上では4名から3名見られ、うち2から1名は、上府要人が検体している。京都諸市大に就任した場合も公用人が置かれ、長岡藩主牧野家は、江戸時代後期に3度ある。この場合は、藩主は、当然、江戸に上府せず、刑に赴任して、同地に詰めた。臨時に、長岡藩江戸屋敷から派遣された、留守居、天役を呼び、江戸屋敷に残った。 ルスキョ、天役も、揃って、広用人を称した。また、藩主の京都書次第就任にあたり、別個に家臣団を編成しその武官が現存するが、内実は、江戸表や国元との役職との兼職や、臨時の派遣に頼った。また、この時新規に、広用人に部任された、藩主が存在したようである。他藩の例から押して、毛詰めの広用人は、いわば、 京都諸子大官房としての権王を持つとともに、京都諸子大から、幕府、諸藩に使わされる講師となったと考えられる。また、過労主座の稲垣平助も、在所の長岡から刑に赴任して、藩主を補佐して隠ししているが、職名は、牧の春光森下来、稲垣平然としている。戦闘時の服装をした長岡藩士井上帝造。左肩に、 長岡藩半々期、五軒橋語がついている。長岡藩の軍政は、江戸幕府が諸大名、諸旗元に定めた、軍役義務の定めに従っていたと考えられる。すなわち、元那2年6月、官営10年2月、慶安2年10月の制定あるいは改正があった、軍役令を基礎に、長岡藩の軍事編成と、軍役義務を定めていたと考えられる。 長岡藩の慶安3年3月制定の五軍法では、死大将、侍田、衣装以下202機の騎馬武者について、その持ちあり、持ち筒等の武装、装備や兜の建物や旗差し物、服装等の出でたちを呼び、従者の定めを細かく規定した。また、足軽についても、同様の軍装の定めがあり、戦闘の主力を担う鉄砲足軽隊については、 足軽党17人の統卒のもとに、鉄砲30丁の対2組、25丁の対15組、合計鉄砲数531丁である。他に、弓足軽党2機以下、弓50丁の弓足軽隊や長ら組と呼ばれる、槍足軽隊があった。その後、遠方8年8月にも改正があり、これを例にとると、次席家老、山本勘右衛門は、家人23人。 乗馬2匹、ニ馬四4匹である。である。遠方のせいでは、騎馬武者208機のほか戦闘要員の中古将20人、価値71人、足軽350人、中間259人、非戦闘要員の乗りがかり22人、白落その他12人、細工方45人、増人1952人と定め、総勢2939人。 馬匹となっているまた、過労以外の私分のものについても、治療法に応じた、揃えるべき装備が定められていたと考えられ、天南元年越後高田城の受け取り剤の出動事例を具体的宣例として、諸氏法制並び追加とした。なお、この体制は、河合津之助の慶応の軍政改革まで基本的に存続した。軍役は、 各地行行に応じた装備と従者の人数を揃える、義務大組組頭大組組頭は機上の支分を引率する、大替編成の部隊長で単に組頭とも呼び、過労が務める。現那きから、長岡藩の官営機までは、過労6人を大組6組の組頭とした。組頭、過労のにえいえが、長岡藩を去った後、5組の編成に改められ、 以後、カローへの顔ぶれに変更があっても五組編成は、幕末慶応期までは不変であった。なお、長岡志士では、小祖の組頭は、武行が務めるとある。番頭越後長岡藩の番頭は、大組にそれぞれに、通常2名ずつ配置し、藩主の加盟を伝える時や番方から藩主に言上を行う場合は、カロや取り次ぎを介せずに番頭がこれを行った。 200国約ただし、物頭や5キロ頭取りで、兼人の場合は150国約なお、長岡市市には、番頭は11名とあり、大組5組に2人ずつとより合い組1名であったと、推測している。戦術の町奉行2名や、集門奉行2名、不信大奉行1名の他に、書籍係2名中1名、馬屋支配1名、 能太夫二名中一名が兼務するとある。なお、江戸武漢上には初めは、番頭の項目はなかったが、幕末に、用人より下座に、番頭の項目が掲載されるようになった。旗奉行大ね番頭級の死から任命される。定数不定で、上知の役職ではないが、三名置かれた前例もある。なお、江戸幕府や仙台藩、長州藩などには、 旗た行という役職があるので、これと同様なものの可能性がある。物頭者頭は足軽部隊を引率、指揮する足軽大将のこと。時期により足軽頭と称したり、物頭と併用している時もあるが内容は同じと考えられる。ただし、統率される足軽部隊の種別による故障の区別があった。弓足軽隊を率いる者は、お弓頭。 槍足軽部隊は、長らら組と呼びその頭は、長塚頭と呼んだ。それ以外が、足軽鉄砲隊であるがその頭は単に、足軽頭と呼んだ。足軽頭の中でお持ちずつ頭や、お持ち弓頭の称号を与えられることがあり、名誉とされ、また、江戸末期には、長江奉行が設置される。長塚頭、弓頭を含め足軽頭は、大組の士分が当てられ、 150国高の役職である。なお、同じ番方で高位の役職である番頭に、これを検体する者がいた。また、新潟町奉行や目付で物頭格になる者もいた。長岡市市では、餅筒等3名、足軽頭、または、物等15名、長江奉行2名とする。餅筒頭は、足軽頭の上位にあって、その取り次ぎを担当。 また長江奉行に命中、一名は、悠久三五社五用係を兼務し、三勤交代では長江を立てて同伴し、平常時は、給水や、掃除の雑役を担当。戸山八万国、名おより不大七万四千国1616 16年から1655年、駿河守忠明1655年から1674年。 日田守忠明仙台の名を継ぐ1674年から1721年、するがま達る中立1721年から1735年、するがまもるただひさ1735年から1746年、とさ守忠るただちか1746年から1748年、するがまる。 ただたか1748年から1755年、駿河守忠ただ千七1755年から1766年、駿河守忠た千七百1766年から1831年備前、守忠ただきよ1831年から1858年備前、守忠ただまさ1858年から1867年備前,18 18前主。 中京1867年から1869年、駿河守中君1869年から1870年、中武市藩主継図藩令太戦は、実施、細戦は用紙を示す。また、太地は、長岡藩主歴代、数字は、州方順を表す。聖勝貞ル。サダ聖安成。

救い定一交際定勝かつさだなお。七忠敏としこうともただえさだひささだやす。八忠広安永安すながやすわきただなお。九ただきよしただおき。ただしずそうや十忠政ま命交際中の十一ち強う際ょうただなお。十二ち君十三ち竹下たけしだつ。初代長岡藩主、牧野忠明には、 異母帝の牧野秀重がいた。兄の忠明は、性格が激しく、弟の秀重は温厚で人望があり、秀重を担ぐ勢力が、藩内にあった。秀重は、都市軍椿沢村の椿沢寺に遊兵されたが、暗殺、または、爪腹を切らされたという伝説がある。秀重が没したのは、寛永14年6月6日であるが、 同年6月22日に、牧野忠明の着子、三つ成が急死し、その死により、長岡藩は、の大家騒動に発展した。このため、秀重の恩領説が囁ささかれて、秀重は、弥彦神社付属の戸柱神社に手厚く、祭祀された。戸柱神社の四宮は、牧野門戸、秀重、牧野では守る、神戸赤左衛門の、宮内京女であるが、 明治の神仏分離令により、境内で祭祀が廃止されている。初代長岡藩主、牧野忠明の着手、三成は、寛永14年に父に先立って24歳で、死亡した。この時、三成の維持はまだ3歳であった。牧野忠明の次男、牧野安成は、越後与いた藩主として、分家、立藩していた。 また、牧野忠明の四男、牧野忠史姓は分家して、寄り合いとなっていた。安成と帝成は、三成の維持が幼いことを期化として、忠明の後継者を争った。初代長岡藩主、牧野忠明が、女王三年死去すると当事者間では収めきれず、ついに明暦元年、四大将軍、徳川家綱の裁定を仰ぐことになった。その結果、 三成の意地が二代目の長岡藩主になることが決まった。三成の意地は、はじめ、忠盛と名乗っていたが、祖父と同じ忠明と解消した。二代目忠明と呼ばれた。この騒動で、幕府からの長岡藩への処罰はなかった。また、牧野家は、この時、幼い忠盛をよく助け、この騒動に勝ったことで、はじめ組頭、万頭級の格式であった道家は、後に、 過労職へ取り立てられた。この最低の後、与田藩と長岡藩に領地争い、境界紛争が勃発して、抜本的な解決を長く見ず、両藩の関係は悪化した。徳川綱吉の側用人となった、牧野成貞の病気見舞いで、長岡の牧野忠里と、与田の牧野新三郎が、牧野成貞邸で出会ったが、 この時、険悪な雰囲気が漂ったと言われ、牧野成里等も心を砕き、天那二年七月七日に和解した。やがて、与田藩主牧野家は、小室藩に天保となったので、この問題は、自然消滅した。初代の越後長岡藩主、牧野忠明の時、新田分一万六千国を持って分家させた庭がある。この二つの藩は、与田藩、峰山藩は、 何事も、本家の長岡の家風を見習うこととされ、本藩に、政治上の指図を仰ぐこともあった。与田藩は、1634年、牧野安成が、越後長岡藩の師藩として一万国を、もって立藩した。与田高所代の安成は、与田に領地を賜ってから、在所の陣屋に23年間、移らなかった。なお正確には、与田藩ではなく、 与田藩と書く。三代目の安重が、五代将軍の徳川綱吉と、いとこになったため、表高一万五千国に加造されて、白持大名となり品の国小諸に転覆した。峰山藩の演言は、1634年に、牧野忠明の四南帝政が、神原軍峰山に六千国を分与し分家させたのに、始まる。幕末の1863年、 時の領主中隊は、日田文後戦国を新たに打ち出し、公式氏により一万千国の、峰山藩として立藩した。直藤藩は、諸侯となってからは、参勤交代を行わない上布大名となった。関屋道藩、吉田藩、延岡藩、笠間藩と転放された牧野家は、大御藩主、牧野安成の諸子、犠牲を外する諸流である。犠牲は、 初代長岡藩主、牧野忠明の実定でもある。越後長岡藩主の牧野忠隆、忠都は、笠間藩主家出身であり、忠広も、公式上、笠間藩主家出身ということになっている。天保国江図越後国高田長岡天保9年、国立公文書館デジタルアーカイブより、ありがとうございます。